はい、皆さんこんにちは、ケントです。今日もよろしくお願いいたします。で、これまで僕のチャンネルを見てくださっている方ならご存知かなというふうに思うんですけれども、これまでですね、約400本以上栄養学だったりとかサプリメントに関わるところのお話っていうのをほぼ毎日させていただいておりまして、そんな中でですね、特にサプリメントだったり栄養についてお話しした回につくコメントっていうのが、〇〇っていうサプリ怪しいよねとか、〇〇っていう栄養素は絶対効果ないんじゃないとか、そういった栄養だったりサプリメントの固有名称を出したコメントだったりDM っていうのを毎日いただきます。で、その中でも特に多くいただいている4つのサプリメントもしくは栄養素に関して、今日はですね、実際どうなのっていうところ、科学的根拠はあるのか、本当に体に対して効果があるのかどうなのかっていうところを僕なりの考えとしてお話しさせていただければなというふうに思います。興味がある方はぜひお付き合いください。はい。で、今日の動画はですね、冒頭にもお伝えした通り、よく僕の DM だったりコメントにいただく、〇〇って怪しいよね、〇〇って効果ないでしょって言われるようなサプリメント、4種類っていうのを例に出して、実際それが体に効果あるのとか、科学的根拠の裏付けはどうなのっていう話をさせていただきたいと思います。で、今日お話しさせていただくサプリメントって4つあるんですが、1つ目がプロポリス、2つ目がプラセンタ、3つ目が HMB、4つ目がタウリンになります。はい。で、もちろんこの4つの栄養素っていうのは筋トレだけではなくて、中には認知機能だったりとか、あと美容だったりとか、他にも作用する部分は多くあると思いますけれども、今日はですね、トレーニングをされている方、ダイエットを行われている方、こういったところに対する効果ということで、お話ができればいいかなというふうに思います。では行ってみましょう。まず1つ目プロポリスなんですけれども、これはもしかしたらあんまり聞いたことない方が多いのかなというふうにも思っていて、プロポリスってそもそも何なのっていうと、木だったり木の芽から取れる樹液、樹脂の混合物と思っていただければいいのかなと思います。蜂蜜から多く取れるみたいな印象をお持ちの方も多いんじゃないでしょうか。で、このプロポリスがじゃあ実際どういった効果があるのっていうと、もちろん美肌効果とかっていうのを言われているんですが、筋トレもしくはダイエット、ボディメイクっていうところにおける効果っていうのが大体3つぐらいあるのかなと思っていまして、1つ目が抗酸化作用、2つ目が脂肪燃焼作用、特に白色脂肪細胞ですね、脂肪を体内に蓄えようとしてしまう脂肪細胞を減らすっていう効果、あとはインスリンの抵抗性予防するっていうこと、この3つぐらいが言われているのかなというふうに思います。これはあくまで僕がいろいろ調べた中での主観的な判断というかコメントにはなるんですけれども、そもそもこのプロポリスに対して発表されている記事ないしは研究結果っていうものが、ステークホルダー側のポジショントークが非常に多いなっていうところが、率直なイメージなんですよね。実際それを販売する企業側が研究費を投じて発表したものであったりとか、要するに中間的な、ニュートラルな立場から発言しているプロポリスが筋肥大に対して効果があるよとか、脂肪燃焼に対して効果があるよっていうような研究は僕はあんまり知らなくて、むしろ自律神経系の神経修復だったりとか、あとは認知症患者の予備軍向けの認知症予防とかの方が比較的エビデンスレベルの高い結果っていうのが出てるのかなっていう印象を持ってます。実際このプロポリス自分も取ったことがあって、カリフォルニアゴールドニュートリションの小さいパッケージのものだったと思うんですけれども、およそ2週間ぐらい取って全くなんか取ってる意味が分からなかったのですぐにやめてしまいましたね。いつも自分が取ってこう良かったものとかっていうのは動画で紹介することあるんですけれども、その時はですね、全く感じられなかったので、正直これ紹介してもしょうがないなということで、そのままこうお蔵入りになったっていう感じなんですけれども、なので一応自分が体感してみてもあんまり効果がなくて、理論的にもはっきりそれがボディメイクもしくはダイエット、筋肥大に効果があるっていうこともはっきり言えないものです。やはり経口摂取による臨床試験データの数が少ないっていうところが一番の原因なのかなとは思うんですけれども、脂肪を燃焼させたいとかっていう目的でこのプロポリスを選ぶのであれば、シンプルに他のファットバーナー系のカフェインだったりとか、エルカルニチンだったりとか、そういったところを僕はお勧めしたいなと思います。次行ってみましょう。次がですね、プラセンタなんですね。で、プラセンタと言われると筋肉というよりは美容系に作用するものっていう風に思われていたり、アンチエイジング系に作用するものって思われてたりすることが多いと感じてるんですが、そもそもプラセンタって何かっていうと、胎盤、市販されているサプリメント、経口で取るサプリメントに関しては動物の胎盤ですね、人間以外の動物の胎盤です。羊とか豚とかこういったところですね、この胎盤から抽出した栄養素を加工してサプリメントとしてパッケージされているものがあります。人の胎盤っていうのも注射では打つことができるんですけれども、それをサプリメントとしてパッケージングして加工するっていうことは薬事法に触れてしまうので禁止され
ています。なので経口摂取でサプリメントとして取る場合であれば、それは豚だったり羊だったり動物の胎盤から抽出されたものを原材料として加工していると思うんですね。と美容だったりアンチエイジング以外の効果としても、血行促進であったりだとか IGF-1 と呼ばれるインスリン陽性腸因子ですね、筋肥大には欠かせないところですけれども、こういったところを刺激することによって筋肥大を促して体を大きくするみたいなところをですね言ってる記事っていうのを、まあ、時々目にするんですけれども、ぜひねプラセンタ筋肥大とかって検索していただくと何個か出てくるかと思うんですけれども、ただプラセンタの健康摂取が直接的に筋肥大もっと言うと筋断面積の向上に関与したっていうような研究データっていうのは僕は見たことがないので、これに関してもエビデンス的な裏付けで言うと何とも言えないのかなっていうふうには思います。ただですね、よくプラセンタを否定する人の中で、人の胎盤ではなく動物の胎盤から栄養を抽出して人間に入れてるから効果がないよっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、そういうロジックっていうのはあんまりこう当てはまらないのかなと思っていて、というのもファイトケミカル、植物から抽出した栄養素だったりとか微生物から媒介した EAA アミノ酸っていうのを人間に対して取っても体で十分に作用するので、まあ、こういったロジックは当てはまらないかなというふうに思うんですけれども、正直このプラセンタの摂取が著しく筋肥大にとってプラスに働く、もしくは血行促進だったりパンプのために著しく働くっていうことは自分は考えにくいのかなというふうにも思います。ただ僕自身がこのプラセンタを摂取したことがあるわけでもないので、自分の中で使ってみないとわからないっていうところもあり、説得力に欠ける部分なのかなと思うんですが、まあ、自分としては人にこれを勧めることはないかなと思います。次3つ目ですね、これは一番今回のお話の中で出てくる栄養素としては有名なところかなと思いますけれども、 HMB になります。ご存知ない方もいらっしゃるかと思いますけれども、この HMB っていうのは別名ベータヒドロキシベータメチルラク酸といいまして、ロイシンの代謝物質ですね。 EAA エッセンシャルアミノアシッド必須アミノ酸の一つであるロイシンから代謝される物質になります。一般的にこの HMB の効果って4つぐらいあるのかなと思ってまして、筋肥大であったり筋分解抑制であったり筋出力が向上するっていうところ、もしくはサルコペニアって言って30代35歳を超えてくると著しく筋肉が落ちてきてしまうっていう症状を予防することに効果があるよというようなところ、まあ、この4つぐらいが大きく言われているところではあるんですね。 HMB が実際体に対して効果があるっていう論文もあれば、全く効果がないっていうメタ分析もあって、この2つの意見に関してはとてもこうハードな議論が現在なされているところではあります。過去に HMB って効果ないのっていう動画を一度出したことがあるので、興味がある方はぜひそちらを見ていただけると面白いかなと思います。でこれ一つのまあ目安として聞いていただきたいんですけれども、去年ですね ISSN っていう団体、国際スポーツ栄養学会っていう学会がサプリメントに関わるレビューを発表しました。このレビューがどういったものかっていうと、筋肥大目的とパフォーマンス向上目的っていう2つの名目に分けて、数あるサプリメントを有効性、それから安全性っていうところの科学的根拠の裏付けっていうところを元にして3段階 ABC 評価に分類したっていうレビューなんですね。このサプリメントレビューの中で数あるサプリメントの中で A 評価がついたのが4つだけありまして、その中の1つがなんと HMB なんですよ、なので科学的根拠が一応裏付けされてるよっていう、世界的にはそういうふうな認識をされているものです。で他にじゃあどういったものが A 評価がついてたかっていうと、プロテインだったり EAA だったり、あとはクレアチンですね。もう誰もが知ってるような栄養素になるかなと思います。でこの中に HMB が含まれていると。なので否定的な方もたくさんいらっしゃると思いますし、僕自身も摂取してみてそこまで効果があったかというと、やや筋疲労の回復を少し感じたかなぐらいなイメージでですね、 HMB の誇張された広告のパッケージとかっていうのも結構印象操作に入っているとは思うんですけれども、まあ、こういったところが原因でいい印象を持ってない方もいらっしゃると思うんですけれども、世間的には一定の評価があるよということで、必ずしも HMB が効果がないっていうことも言えないんじゃないかなと思ってます。で最後4つ目がですね、タウリンになります。でタウリンというと栄養ドリンクとかに多く含まれているもので、皆さんもよく CM とか見てタウリン 1000mg 配合とかって聞いたことがあるフレーズだと思うんですけれども、具体的にどういった効果が言われているかというのを並べてみるとですね、主に肝機能のサポート、肝臓のサポートであったりとか、あとは筋疲労の回復ですね、この2点ぐらいがよくタウリンの効果としてクローズアップされるところだと思います。やはりよくいろんな栄養ドリンクとかに含まれているところから、タウリンって実はうさんくさいんじゃないのとか、絶対効果ないんじゃないみたいな風に言われているところをよく目にするんですけれども、先ほどの ISSN のレビュー、この動画の概要欄にも添付しておこうと思いますけれども、そちらによるとですね、意外とこのタウリンが筋肥大向けたサプリメントとして B 評価がついているんですね。で数あるサプリメントの中で B 評価がついているっていうことで、実はこの B に入らなかったものでアルギニンが C 評価だったりとか、こういったところが実はありまして、なのであまり筋肥大に対してのポジティブな有効性っていうところをディスカッションされる機会ってないと思うんですけれども、このタウリンが一概にボディメイクに対して効果がないっていうところも言えないんじゃないかな
思います。ここまである種の理論的な話っていうのを進めさせていただいて、ちょっと内容ひっくり返っちゃうかもしれないんですけれども、サプリメントって最後は主観的に判断すればいいところだと思うんですよね。それがプラシボ効果だとしても、自分の体にとってみて重量がじゃあ 2,3 キロ上がったとか、体幹が疲れにくくなったとかっていうものであれば取り続けるべきだと思いますし、むしろみんながそれはいいと言ってるものであっても、取ってみて全く体幹がなかったものであれば、それがクレアチンだとしてもプロテインだとしても何か他のメジャーな要素だったとしても、それはやめて全く問題ないと思います。なので科学的な根拠っていうのをいつもお伝えしていて、まあ、それと逆行する部分ではあるんですけども、理論で否定されようが他人に否定されようが、まあ、自分の体に合えばそれはそれでいいと思うので、あくまで今日した話っていうのは、もうポジティブな話であってもネガティブな話であっても目安程度に聞き流していただければなというふうに思います。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。こういう動画がいいねと思ったり参考になったら、チャンネル登録、それから SNS のシェアよろしくお願いいたします。今日今がですね、朝の5時なんですけれども、これから大阪に行きまして3日ぐらい滞在して、そこから長野、名古屋っていう風にちょっと点々としていくので、次のエピソードどういう風になっていくかわからないですけれども、今後もお楽しみいただければなと思います。インスタグラム、ノート、オンラインサロン、オフィシャルウェブのソーシャルメディアもやっております。エンドロール概要欄からぜひチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。